あ、だからあれですよ、テロと組織犯罪準備罪ですからね。あの一番手っ取り早いのはさっき言われたように、自民党がやる政策に関して反対を言う人はテロと組織犯罪準備罪、そう犯罪集団として見るわけですから、これから年金なんか破綻しますからね、確実に。どうします、原発事故なんか収束しないでしょ、めちゃくちゃになりますよね。原発事故はめちゃくちゃになって、年金はすっ飛んで、そして何、生活ガタガタって、じゃあ生活保護を受けられるか、簡単に受けられないでしょ、どうやって暮らすんだって話ですよ。そしてじゃあ年金破綻しました、4割ぐらい5割ぐらいすっ飛んで消えてなくなります。でも公務員さんの年金はちゃんといきます、一般の社会の人たちは年金半分ぐらいで減らされます。としたらあんたふざけんなって言うでしょ、あんた自民党さん何してくれたんだって文句言いますよね。これテロとテロと組織犯罪準備罪ですよ、なんとかしようぜ、もうわかるでしょ。これからこの国がめちゃくちゃになっていくっていうことが前提としてもう置いてあるわけですよ。皆さん、安倍政権になって何かいいことありましたか、株価が上がったって、これあなた方の年金突っ込んでるだけですからね。140兆円もの GPIF 積立資金の70何パーセント、あ、半分か、70兆円ぐらい株式に突っ込んでるわけですよね。これすっ飛んだら簡単に言ったら年金半分になるじゃないですか。こんなのが目の前にもう横たわってるわけですよ。そして武器の輸出も始めて戦争の準備も始めてるね。自民党さんふざけんなってみんな言うんじゃないですか。そうそう、これからもう破綻するの目に見えてるわけですよ。だから破綻するからふざけんなってみんなが言う可能性があるから、通信を傍受してスマホを監視してふざけんなっていう言葉を発してるやつは誰か監視する、これが共謀罪の基本ではないですか。もう確実ですよね。よくアベノミクスとか言いましたけど、なんか良くなりましたか、生活。史上空前の給料になった人いますか、いないでしょう。じゃあ北方領土帰ってきたんですか、帰ってこないでしょう。沖縄問題解決したんですか、解決しないでしょう、ね、実質賃金マイナスですよ。それで原発問題解決したんですか、解決しないですよ ね。中国との友好関係どうなったんですか、ガタガタですよね。じゃあ韓国との友好関係どうなったんですか、ガタガタですよね。全部ガタガタじゃないですか。北方領土帰ってこない、沖縄問題解決しない、日中関係ガタガタ、あとそしたらどうなるんですか、アメリカから今度金全部持っていかれますよね、郵政の金を持ってから始めてますよね、あなた方が積み立てた年金も持っていかれてますよね、そして今度は農協の金も差し出すつもりですよ、で水道局も売り飛ばす気ですよ、自民党さん。あなた方が積み立てた農協の金も郵便局の金も水道局の安定した運営も全部すっ飛ばして売り飛ばすってことですよ、自民党が考えてるのは。そんな無茶苦茶な国がどこにあるんだって言うんですよ、ね、農協も解体される、水道局も解体される、郵便局も解体される、国鉄も解体される、ね、全部解体されていってるじゃないですか。この先何が残ってるんですか、ね、残ってるのはあなた方が積み立てた、来た年金と郵便貯金の金、農協の金、そして企業の内部留保380兆円全部持っていかれる可能性があるわけですよ。そしてそれを差し出そうとしてるのは安倍政権じゃないですか。そしたらあなた方ふざけんなって言うでしょ、誰がどう考えたってね。だからテロと組織犯罪準備罪共謀罪が今から必要になって仕込みが始まってるってことですよね、これからめちゃくちゃな国になるってことですよ、安倍政権において。それでいいんですか皆さん、潰されますよ。あなた方の生活どころか、あなた方の子供たちの生活がめちゃくちゃにされるってことですよ。原点として今目の前に仕込みが始まっているということですよ。そしてふざけるなっていう人に対して、これからあんたらをふざけるなっていうことに対して、そいつらを犯罪者としてテロとして押さえつけていくね、だからこそ通信傍受法案が通ってしまったんですよ。あなた方のスマホまで、で何を言ってるか、ふざけるなとか冗談じゃないっていう言葉を発しただけでキーワードがチェックされて監視体制に入るってことですよ。あなたのスマホの、ね、住所、氏名、年齢、学歴、学校の所在地、あなたが住んでる住所はもうもちろんのこと、じゃあそのスマホはどこから金払ってるか、みずほ銀行か、ね、東京みずほかって、そこも分かるわけですよ。そしたらあなた方の貯金でいくら貯金持ってるかも分かるわけですよ、全て分かるわけですよ。その布石は
マイナンバーってことですよね。わかるでしょう、何をこの政府がやろうとしてるか。そしてあなた方が通信してスマホで喋ってる相手方の人の情報も全部持ってかれてるわけですよね。復興五輪とか言ってますけど、復興なんかやる気はないんですよ。そんなものこの政府がやるわけないじゃないですか。金になることしかやらないのはこの安倍政権ですよね。人の気持ちを踏みにじる、人の命を踏みにじるのがこの政権の最大のポイントであって、金が先なんですよ。わかりますかね。だからあなた方の年金も狙われてるし、あなた方の貯金も全部狙われている。増税増税さらに増税、食えなくなったらどうするんですか。そこまでこの国民は潰されていくってことですよ。そしてふざけるな、冗談じゃない言った時にはもうすでに共謀罪がセットされてね、監視体制になって引っ張られるって、事情聴取に来てくださいねっていうことになるわけですよ、ね、事情聴取されてまともな裁判を受けられると思いますか。この国まともな裁判さえ起きませんよ。この国そういう国ですからね。上っ面だけの民主主義であって、上っ面だけの平和主義国家だ、国はこの日本という国なんですよね。裁判でもうめちゃくちゃですからね。裁判なんかまともな裁判なんか起きない、冤罪なんかバンバン起きる国ですからね。皆さん考えましょう、気をつけましょう。共謀罪、政府に反対の声を出すこともテロ組織として認定されていくわけです。よろしくお願いします。